体験かな。我早已立下重誓，再不铸剑。你请回吧。我不是来求剑的，后羿前我来求你指点迷津。后羿，你手里拿的正是方才后羿所赠。你这么个小小的女娃娃，看不出这天地间有很多魂荒之力。可那边上的魂灯除了恢复状态外，是。合格のスキル、スキル。これがあれだね。あ、セーブしときましょう。あ、セーブポイントで昇格ができるんだ。あ、それぞれ武器によってこうスキルが設定されてて、そのスキルを覚えることでこう技ができ使えると。とりあえずこれ強化しておこうか。灵姿即将，齐国的王姬，我也曾是君父的掌上明珠，我不甘心就此只能化身为鸟。原来你是炎帝之女，我没有想到阴阳两界真有一日能被打。我虽然得以归来，这里已经不是我所熟知的世界。说起来好笑，我从小就很擅长的奔跑，没想到却出生起我就没有离开过宫院。就在我厌倦了漫无目的的寻找时，在宫院里出现了蒙面将军。我哪能懂呢？我改名小白了。是啥？你说啥？这是我阿娘给我取的名，之前因为避讳齐桓公，嘿嘿，齐国现在的太公姓田，就此恢复使用。姜氏哪有那么快倒？听说的这位朋友，你啊，我吗？上头的事儿我怎么知道？我要见将军，你们知道他这会儿没见着，在大营里面吗？哎，不，这不知道吗？哎呦，你快查查通缉令吧。これは駐屯地みたいなもんかな。この連携期間がいいね。これ道分岐してたの？おや、ああそういうこと。
戦いが起こってる。田将军一定把错算在咱。你胡说，是谁扰乱了我的营帐？将军，大闹军营的好像……全军听令。其实我们可以把赤药将军看不见，只要没人见过他。もうすでに手配犯になってるんだね。痛い。2回使ってきた。結構操作性が簡単というか、簡単に操作ができるのが楽しいな。で、武器も切り替えることなく使い分けることができるから、昇格しとこうか。攻撃をカットできる。ああ、これにしとこう。攻撃をカットできるのはね、結構良いんだよね。多分ボスじゃないかな。バトンかい？いいよ、勝負。出现在宫院里的那一刀刺得好啊，
那样的父亲？父亲不是我杀的，您明明看到了。意外か？随分長い間生きたらなんとかなかんとかって言ってたけど、差不多到了黑夜和白昼的交界。何其大雾！哎呀，别闹！听说康公死的时候，武将那样的结果，我们永远也没有武将军魏孤打下的这一片江山。いまいち話をつかめないんだけど。何分グラフィックは綺麗だ、綺麗というか面白いし、ここに入るとどこに出るの？アーマーを砕いて電撃で飛ばして、ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。